ットをゆったりと構え、弾き返してセンター、おっと菊池を取った、そしてこれがダブルプレー、見事な菊池の守備、セカンドに菊池あり、岡本がビジョンを見つめます。ナイスプレーです。もう簡単そうに、もう簡単じゃないですよ今のね。簡単じゃない、ナイスプレーだ。まあ新井監督も今もこの顔を明らせながら、顔が赤くなっているというその興奮の表情が分かります。これ簡単ではないですよ、アンデさん、これほら、うん、はい、ナイスプレーだな。いや村田さん、今もね体入って、うん、もう菊池が入ったところすぐ手前でバウンドして、うん、もうこれ気口っていう感じのプレーですね。ですね、うわ、これ普通のセカンドじゃ弾いたりしてね、取れないでしょとかっていうのもありますし、ね、ちゃんとやっぱグラブが下から行ってるんですよね。下から、はい、確かに。この難しい、自由視点映像でもご覧いただきます。10年連続ゴールデングラブ賞。これは素晴らしいですね。今の素晴らしい。ナイスプレーですね。もう黒田さんがまさにマウンドに立っている時にセカンド菊池という存在が、ね、いたわけですよね。そうですよね。本当たくさん彼にはね、助けてもらいましたけど。はい、改めてこういう角度でまた見て、すごいなと思いますね。すごさ感じられますか。